沖流れガニは、エビ目、カニシュタメ、岩ガニか、沖流れガニ属に分類されるカニ。日本で見られるのは、ピーサイアニアスであり、暴走半島以南の太平洋沿岸に生息し、太平洋中部やインド洋に広く生息する。ピーミニータスは、大西洋に生息し、ピーメリネスは、南太平洋に生息する。幸福は、約2.5センチメートルほどで、丸みのある。 正方形に近い四角形である。甲は概ね平滑であるが、五足円に両線がある。ふわしは扁平で、腕節や前節、指節には、難毛が密生していて、遊泳に適している。海面を漂う流木、流れも、軽いし、最近では、ビニールや発泡スチロール類などの、あらゆる種類の漂流物に付着して外洋まで、流れていく。また、 ウミガメやクラゲに付着することもあり、産卵後に卵を埋めるウミガメにより埋められてしまう。まぬけな個体もいるようで、卵と一緒に発見されることがある。カニ類のほとんどが生活型で分類するとベントスに属するが、沖流れガニはハイボニューストーンという、いささかややこしい生活型に属する数少ないカニである。外洋に流れるという特殊な生活史を持つため、繁殖。 産卵などがどこで、どのように行われるかについては、未だ不明な部分が多い。また、コロンブスガニという別名でも有名である。これは、クリストファー・コロンブスのアメリカ発見の際の公開日誌にちなんでいる。1492年9月17日の日誌に、さらにたくさんの草を見つけたが、それは川の草のようで、その草の中に生きたカニが一匹見つかった。 これこそ、陸地が近い、確かな証拠であるによるとある。この流れ藻に付着していたカニが沖流れガニであり、大西洋に生息するピーミニータスであると考えられ、アメリカ大陸発見の前兆となったカニであると言われる。しかし、上述の通り沖流れガニは、外洋を漂流するカニであり、コロンブスの予想とは違って陸地が近いという証拠には、なりそうにない。実際、 コロンブスが陸地にたどり着いたのは24日後の10月11日であった。ありがとうございます。